横断歩道は歩行者優先。そんな当たり前の交通ルールを改めて知ってもらおうと登場したのが、いいライダー、グッドライダーと悪いライダー、バッドライダーです。2人のライダーによる寸劇が木下大サーカスで披露されました。サーカスの開演前に行われた啓発活動です。公演ではアクロバティックな走行を披露するオートバイライダー2人が、横断歩道の手前に歩行者がいる時のいい例と悪い例を紹介しました。ちゃんと手を挙げています。ライダーの方もお先にどうぞというジェスチャーをしてくれています。横断歩道は歩行者優先、安全運転の基本をと呼びかけました。とても分かりやすいバッドライダーということで、あ、こうしちゃいけんのじゃなというメッセージが伝わっていただけたんじゃないかなと思います。岡山西警察署は来月3日まで独自の交通安全期間としていて、引き続き事故防止の啓発を続けるとしています。